こんにちは、三品浩平です。こんにちは、オーシャン東京の高木です。こんにちは、ホワイトの締めかけです。今日は明日朝何時？6時はい、6時ぐらい、6時ぐらいから新しいワックスのこれですね、あのキービジュアルって言って広告の撮影をするんですけど、三品がモデルと、あと3人モデルさんがいるんですね。で、そのモデルさんの担当するのは締めかけと、もう一人のモデルさんの担当がミッシーと、僕は2人ミッシーともう一人やるんですけど、ちょうど髪型が決まってないんですよ。なので、4人の作るスタイルのバランスを見ながらミッシーの髪型を、決めるっていうので、結構断髪しようと思ってます。なので今までの YouTube とちょっと違って、ナチュラルな、まあ、こういう風に作戦して髪型決めてるんだみたいな感じで見ていただければいいかなと思いますので、そんな感じでカットしていきます。もう行くよ。はい、ここだよね、問題は。この2ブロックは邪魔なんだよな。そこと丸顔が邪魔っすね。顔の形、はい、今日だから何にも食ったらダメ。今日はもう帰ってたら食わないっすね。今日断食、はい、西田の髪切んの久々だな。年に1回ぐらいしか切ってない気がする。いや、去年とかは結構切ってましたね。3回ぐらいですかね。え、そんな切った、はい、2、3回やってます。よし、じゃあ行くよ。はい、ドキドがさっきの感じじゃん。で、トミーが長めでしょ、はい、で、カンタ君が、で、カンタ君がマッシュ。すげえ行くしかないな。行くよ。はい、すげえ行っちゃっていいです。結構記念すべきか。久々にそんな短いなぐらい。短いですかね。短いよ。いや、むしろ前のそんな短いのあんのぐらいまで行くかもしれない。あんまり様子見ながらだけど。はい、全然。長いな。うん、長いですね、全然。久々に短いですね、これは。今まで見たことない三品に。いや、結構いいっすね。いや、ここまでじゃん、まだ。若干三品さんの顔が引きつってる。やっぱさ、切られるのもさ、自分も想像できないじゃん。いや、まあ、だって今イメージあんまりそんな共有されてないですけどね。確かにね。俺と締めかけの中ではもう決まってたけど、三品の OK 聞いてないもんね。はい、まあでも今回はもう完全フルでお任せなんで。今日ほぼ空かないからね。どう、キービジュアルの担当者になるの？締め多いじゃん。そうですね、責任重大です。責任重大。寝れないでしょ、前の日。あれだってさ、5万店舗ぐらいに置かれるでしょ、もうもはや。そうですね。最初はさ、数千だったじゃん、はい、それがさ、ミスったらさ、数万店舗に自分の作品がエンドレスに置かれるのってシャレになんないよね。雨とかもいつも超緊張してるもんな。いや、でもこの緊張感っていいっすよね。なんか雑誌いっぱいやってた時は結構そういうのありましたけど、最近って自分で撮るじゃないですか。確かに確かに。あんま感じれないっすよね、そういうの。プレッシャー、撮影のプレッシャーで結構しんどいですよね。結構しんどい。結構しんどいですよね。じゃあ運かかりまくってるからな。しかも歴史に残るじゃん。そう。しかもめっちゃ絶対ミスらないようにとか頑張っても、でも当日何かしら起きるよね。何かしら事件。あ、モデルさんは、プロゲーマーの時戸さんという方と YouTuber の水溜りボンドの2人です。とミッシー。はい、初めてです、こんな大人数で撮るのが。そして大物。大物。すごい大物。すごい大物。水たまりのファンとかの人数とか考えるともう。何百万でしょ、はい、何百万人の。400万人ぐらいとかいますね。やばいよね。次元が。いや、でも時戸さんもめちゃくちゃすごいですからね。もう多分幅、ま、だいぶ広がりますよね。本当に。だって e スポーツ世界一でしょ。そうです。ストツー。そうです。YouTube で見てましたけど、強すぎて意味わかんないですね。マジ？波動拳で、俺昇竜拳の出し方まだあんまりあれだけど。すぐで、カメラマンにレスリーさん、レスリーキーっていう世界的有名なフォトグラファーと、あとエンライトメントさんっていう
LDH とかのプロデュースをしてるチームの人とオーシャン東京でやるんですよ。いやまあでも毎回思いますけど現場すごいですよね。プロ集団で。プロ集団すごいよ。人数制限されてるしね。これ以上入れないでください。ミシナさんアシスタント減らしてくださいって言われてたよね。言われてました。ミシナさんのアシスタント削っていいですかみたいな、うん、すげえ切りづらいもんね俺。いやマジでなんでこんな身近に一番難しい人がいるのって言ったどっちがむずい俺って。いや2人とも意味わかんないですね。いや俺からすると締めかけの方も意味わかんないけど。いやマジで僕誰も聞いてくれないですね、うん、俺だって締めかけのさホワイト出した時の出す前のさあのプレッピーで1位取ったやつだった。ああボールです。あん時のボールめっちゃ時間かかったもん。いやマジでマジであれすげえ時間かかったわ。マジであんなに切られてんのに申し訳なかったの初めてです。ボーズなのになんで同じ時間かかんだよと思って。よし問題はこっからです。どう一回乾かしてみる。もうちょいいけそうですけどね。でもね曲げるんだよ。いや多分なんですけど武井さんここ長く残してるよ、うん、あえてどう思う。いやこれドライしてから行った方がいいと思う。一回そうしようかな。ドライしようか。ケンシロウも勉強してくれてんだ。ケンシロウすごい人気なんだって。え俺の群馬の友達がさ、はい、みんなケンシロウくんに憧れてるよってお前群馬ですごい幅利かせるらしい。みんなケンシロウさんが好きです。ハイレア必要8。でもやっぱここいらないね。あと2000ぐらい多いですよね正面からと。そう顔周り下ろせなくなるけどいい。あいいですか。ここちょっと行くわ。はい全然。いやでも質感はめっちゃいいですね。空いてなくてこんなになるのめっちゃ。マジでね。ただ前髪だよね邪魔なの。トップ行く？多分つむじ付近はあと 1.5 ぐらい詰めないと多分。1.7 列ぐらい多いもんね。うん。やり場なくなっちゃいそうですね。うん、え一回こう振って。振らないバージョンで行かないとダメかも。あでも振らないバージョンはいけます。本当に。決めました。ここハイレイヤーで。明日難易度高いよね。いや高いですね。みんな難易度高いですよ。高いよね。みんな高いなんせプロのモデル一人もいねえからです。誰もいないです。こう来るかな。こう取るんだったらここのウェイト上げないといけないからもうちょい切んないだから、ね、こう来る可能性がある。高い高いですね。じゃあいつもより列上げないとダメじゃん。マジそうだよね。もう一戦か。この辺ですよね。トップっすよね。これ長いよな。トップが倒れて多分8に溜まってるんですよね。ここは多いよね。すごい後ろ倒せる、ね、絶対いい。これいる？いらなくね。あった。あでもないと黒くなっちゃうか。じゃあリーチしよう。なんかさ、こうやってさ、切ってんの懐かしくない。いや、めっちゃ懐かしいですね。昔さ、なんか技術はさ、俺今こう切ってんだよね、みたいなさ、あったよね。はい、同じ店舗の時はできましたもんね。結構できたよね。ここインぐらい入れてんだよね、みたいな。あの頃だってまださ、お客さんいなくてさ、みんなで、ね、なんか技術討論会したもんな。こうなったらもみあげ行かないってみたいな。そうっすね浮いてますね。ちょっと浮いてるよね、はい、こう取ろっかな。でもこうだよな取るとしたら。いやでもそこどうにかして色合わせらんないですかね。そこな多分買ったら多分、うん、そ少年感になるじゃん。多分買っちゃダメだと思うんですけど、ただ色合わせたいですね。トゲトゲバージョンとトゲトゲじゃない方がいいんじゃないですか。一発いってみる。
こんくらいの質感の方がいいか。いや、こんぐらいバージョンとちょっと艶出してみ、ね、あ、これにすか、うん、それか、もっと今束細いじゃん、はい、太くするか。でも太くすると多分おしゃれなんだけど、みんなやりたいものじゃなくなるんだよ。一回艶出してみる。はい、今このままもうこれは一個これとして、これでこっから艶を足していく、ね、そう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 、いこう。どっちにしてもこれは失敗だな。サイドもうちょっとなんかぼかした方がいいよね。逆にここだけマックスでピタッとちょっと潰すぐらいの。あ、それいいかも。それはいい。あ、でもめっちゃいいっすね。こうしたら一番、うん、そしたらもうちょっとだけもみあげきれいに整える。はい、完成です。名前は、名前はね、ジェットスパイクです。ジェットスパイクショート。スパイク、ジェットスパイクえジェットスパイク、ジェットスパイク、ジェットスパイク、あれあれ、あ、ジェットスパイクショート、ジェットスパイク、あれ変える、いやいやいや、うん、スパイキーにするって、いやいや、わかんないです、わかんないです。ジェットクラッシュ、ジェット何、何スパイクでいきます。ジェットスパイク、スパイク、はい、最近アディダスのスパイク送られてきたんでね。どうでしょうか、メイチ送って、この感じと、この髪型、新しいワックスじゃないと作れません。あとは、明日もうこの通りに行くか、現場の雰囲気と衣装とカメラマンの相性を見て、はい、4人のバランス見て決めましょうか。はい、ちょっと新しい夏の髪型はジェットスパイクで行こうかなと思います。新しい三品公平のスタイルをどうぞ真似してください。僕も次お願いします。ジェットかりんとうショートになっちゃった。やってもらった人に失礼です。最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あと3人ともインスタグラムやってるのと、高井さん YouTube 始めたので、下に、下にじゃない、概要欄に URL 貼っておくのでぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあねー。